皆さんこんにちは、賃貸の正木の中島です。本日はですね、京都府聖火台エリアにございます 3LDK のテラスハウスのご紹介です。私が今登場いたしましたこちら、テラスハウスのタイプとなっておりますので、かなり広々としたお庭がございまして、このようにですね、広々としておりますので、お子様の、ビニールプールなど出していただいて、水遊びとかそういう風に使っていただくこともできますね。では早速中のご紹介をいたします。失礼します。こちら、広々としたリビングがございます。これだけ広々としておりますので、テレビ、ダイニングテーブル、そしてソファー、そういった形でおいでいただくと、かなり、スタイリッシュに生活していただけるのではないでしょうか。そしてこちらのお部屋にはですね、このように収納スペースがございます。こちらの収納スペースは3段に分かれておりますので、収納力もかなり豊富だと思います。またお部屋のですね、こちらにモニター付きのインターホンが設置されております。カラーとなっておりまして、お部屋の中から外の様子がよく見えて安心ですよね。そしてその奥には人気のカウンターキッチンタイプのとなっております。こちらこれだけ広々としておりまして、まな板、落とすペースはもちろん、お好みのコンロを置いていただきまして、換気扇もございます。そして収納力、お鍋とかお皿しっかりと収納していただけますので、収納力もかなり豊富でございます。それでは水回りのご紹介を先にさせていただきます。こちら、まずリビングを出ていただきまして、こちらの扉を開けていただくと、このように洗濯機置き場、そして広々としたシャンプードレッサーがございます。そしてその奥にもですね、お風呂場があるんですが、お風呂場もですね、このように追い焚き機能がついております。そして奥には換気用の窓もございますので、お風呂上がりに窓を開けていただいて、湿気など出していただく、そういったスペースがございますので安心ですよね。そしてこちらを閉めていただきまして、ここに扉が1枚ございます。扉を開けると、先ほどのカウンターキッチンが目に映ります。全てがつながっておりますので、かなり使い勝手がいいのかなと思います。そしてリビングのこの先に階段がございます。ここから2階をご紹介させていただきます。こちら手すりもございますので、上りよりもかなり安心して上っていただけますよね。ではお部屋のご紹介をいたします。どうぞ。まず階段を上っていただきまして、一番奥に洋室がございます。こちらの洋室、やはり南向きの窓がございますので、明るい日差しがしっかりと入ってきます。そしてこのようにバルコニー部分もですね、かなり豊富にございますので、洗濯物もしっかりと干していただきます。お布団なども干していただけるんじゃないですかね。そして収納スペース、奥行きもしっかりとございますので、結構収納力も高くございますね。では続きまして、こちらの洋室の隣にはですね、ちょっと小ぶりにはなるんですけれども、洋室がございます。お子様の子供部屋として使っていただくのにも十分かなと思います。そしてこちら収納なんですが、こちらの扉を閉めていただきまして、こちらを開けていただくと収納スペースがございます。そしてこちら出ていただきまして、さらに和室が一つございます。こちら通常の畳ではなくですね、おしゃれな畳を使っておりますので、かなりスタイリッシュな、和室となっております。奥にも押し入れがしっかりとございますので、収納力も高いですね。そして一番の特徴なんですが、和室の奥にこのようにウォークインクローゼットがございます。これだけ広いので何でも入れれますよね。収納スペースとしてはかなり豊富な収納力の誇るこちら 3LDK のテラスハウスなんですが、気になるのはやはり賃貸条件、皆さん気になっていると思います。こちらの賃貸条件ですが、弊社ホームページ賃貸のまさきで検索していただいてご参照ください。またのご来店お待ちしております。